茅ヶ崎市立病院ですれ違う、エボシ号エボシ号は、神奈川県茅ヶ崎市が2002年5月25日から、神奈川中央交通に委託して運行している、コミュニティバスの愛称。2017年3月現在日の、ポンチョを使用して運行されている。北部循環用であったポンチョは2015年3月まで3台の、うち2台が廃車、残り1台の予備車も2017年3月に、 廃車となり、これに伴い予備車を含めると、日野、ポンチョに統一された。点検整備などの場合、代車として、神奈川中央交通茅ヶ崎営業所の地200号車が運行される。日野、リエッセは2016年3月に廃車。運行開始当初の車両である、オムニノーバマルチライダーは2011年に運用を離脱しているが、 そのうち1台は2012年3月21日から市内の茅ヶ崎公園に遊具として展示されることになった。中海岸南湖循環は大人150円、子供80円。それ以外は大人200円、子供100円。ただし、東部循環末が丘コースで中海岸南湖循環と重複する区間は大人150円、子供80円となる。40円券。 50円券が22枚綴りとなった専用回数券と500円の一日乗車券が発売されている。パスもバス共通カードは使用できない。エボシ号では以下の停留所で乗り継ぎが可能である。乗り継ぎの際は運転手から乗り継ぎ券を受け取り乗り継いだバスの運賃箱に投入する。現在運行されている路線は2005年に ちが崎市の利ア交通整備計画において、策定された、支線バス八路線のうちの四路線である。残る四路線のうち、柳島循環市立病院線、西久保寒川循環線、中心部循環線においては、2014年4月現在も、運行開始の目処は、立っていない。北部循環線については、2013年12月21日より、予約型のリ合イバスとして、 運行を開始した。2012年3月末現在、全路線を合わせ延べ約256万人が利用している。ありがとうございます。